まあ、ごめんなはい、さい。つながっております。私の方の、ミスで、自由に入出できるとばかり思っていたものが、入出許可を出さなければ入れないというような事態になっておりまして、申し訳ございません。少し遅れて開始になりますけれど、まだ続々と入出している最中ではありますが、進めさせていただきます。実は、後で、高橋次長さんの方から、説明がありますが、この3月9日という日は、私たちにとって特別の日であります。で、それは、どういう日であるのか、高橋さんが説明してくれます。そして、その日に、大重さんの2000年に制作された唱も上映いたします。で、まず皆様に、ご許可いただきたいのは、この今日の、上映会を、京都面白大学という、この1月2日に、作りました、インディペントユニバーシティの第98回目の事業として、これが終わってから、YouTube 公開をしたいというふうに思っておりますので、まあ、自由に、そのシェアの場では意見交換、ご発言いただきたいと思いますけれど、もし、顔出ししてお話しするというふうなこととかが、できないということであれば、チャットで、送っていただくとか、あるいは、名前だけは出して、カメラの方はオフにしてご発言いただくというふうなことも、していただければいいんですので、よろしくお願いします。全体の流れは、高橋さんに説明してもらいますので、では、高橋さん、挨拶、それから進め方、説明よろしくお願いします。そしてその後、大野国久さんにテクニカルなことを話してもらって、今日の大勢の参加者の中に、ゆいさん、というもう一人の世話人がいるんですけど、ゆいさんの関連の方々や、どういう方々がいるかというふうなことも合わせて、挨拶したいと思います。では、私を除いて3名の挨拶と説明があります。では高橋さん、お願いします。こんばんは、どうも、ご参加ありがとうございます。こちらの手違いで、お待たせしてしまった皆様、申し訳ございませんでした。皆様、入室することを願っておりますが、私は今、メールをチェックしていましたけれど、遅くなってしまった方にはお詫び申し上げます。すいませんでした。今日はですね、大重監督の第9回目のオンライン上映会となります。そして、今日3月9日は大重監督の、78歳の誕生日でもあります。1946年の3月9日、大重監督は鹿児島県でお生まれになりました。11歳の頃にお母様を亡くされて、17歳、18歳頃まで、鹿児島で、育った中で、桜島、度重なる桜島の噴火を目の当たりにしていることや、1995年の阪神・淡路大震災を、当時、大重監督のご自宅は神戸にありましたので、阪神・淡路大震災を、直に経験されているということもあって、監督の作品は命の儚さや、自然に対する畏怖、そういったことがテーマになっていると思います。デビュー作が1970年の、鹿児島県桜島黒神集落を、テーマにした黒神という映画から、
亡くなる2015年、100になりました。2015年7月22年、あ、7月22日に69歳でお亡くなりになるんですけれど、その遺作となった久田港で、それまで、一貫して自然と人間の関係を映画を通して描いて伝えてこられてきたと思っています。そしてこの映画、連続上映会ですけれども、ちょうど2年前の今日3月9日から始まりました。今日で9回目となります。それで、まあ、コロナということもありましたし、私自身が今、長野県塩尻市の山寺で生活をしていて、なかなか都会で、こういう集まる集いを、持てないということもあって、そういった中で押井監督の映画やメッセージをどのように伝えていくことができるかということで、鎌田先生や、共同主催の結衣さんやテクニカルのサポートをしてくださっている大野さん、そういう方々に支えられて今この上映会を続けられています。改めてありがとうございます。映画についても私があれですかね、鎌田先生。映画についても、岡野弘樹さん入ってくれてるかな？今日はなんかスタジオで作業をしていて、間に合えば、参加するじゃあ、今入ってないようでしたらば、ジュン・アマントさん入ってくれてるでしょうか？もし入ってくれてたら、ちょっとミュートを外して発言してもらえますか？カメラ。ジュン・アマントさんいらっしゃる？あ、ちょっと暗いな。その、大阪の会場からですかね。じゃあ、ジュン・アマントさんの方からちょっと簡単にですね、前振りで、その映画についての簡単な説明をして、アマントさんがどういう関わりを持ったかっていうことを、まあ、皆さんに最初にですね、お知らせしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、高橋さん、後の方でまた、フォローしてください。まあ、合わせて、岡野弘樹さんのことも、ジュン・アマントさんの方から説明してもらった方がいいかと思いますので、お願いします。聞こえますか？はい、聞こえます。聞こえます？僕が監督に、お会いしましたのが99年になります。で、その時に、岡野さんに、紹介していただきまして、最初この映画、東京の役者さんで普通に撮影したんですけども、なんかやっぱり縄文の迫力がないということで、縄文っぽいやつはいないかということで、岡野さんが僕を監督に紹介してくれまして、で、僕はわけもわからず、まあ、立ち回りの方の役者だったんですけども、この時初めて初主演をさせていただくということで、で、岡野さんも、実は役者としてもちょっとカメオ出演してるんですけども、音楽を担当ということで関わられていたので、そこから1年間、四季折々の風景を撮らないといけないので、監督とご一緒させてもらったということです。また、次の、第2ラウンドがあるけれど、縄文の映画はですね、今現在も縄文博物館で、毎日、大重さんの、ショートバージョンのね、映像展示の方は、福井県三方市の縄文博物館で、展示され続けています。映像展示。まあ、それに、ジュン・アマントさんは主演男優としてね、いつでも若い姿を見られます。で、岡野さんが、音楽をね、担当してくれておりました。で、その中で、私は岩笛をピーッと吹いてんだけど、今でもですね、その三方市の縄文博物館は、
展示室に入っていくときに私のイヤ笛がピーとなるんですよね。で、この前、1年前行ったんですけどね、まだ、あれからもう20年経ってるのにね、私のイヤ笛を毎日ね、入るたびに聞かせてくれているっていうのは感激しましたね。で、アマンドさんの映像もね、毎日毎日何回もリピートされてますからね。超ロングランですよね。超ロングランよ。はすい。ごいよ、これ。1日だ今から日ね、300、5回やっ毎てるの日で。何回もね、上演されてるんですからね。20年以上。はい。大したもんですよ。ありがとうございます。ではですね、その後、ゆいさん、自称さん、ちょっと今、フォローしてもらって、その後、ゆいさんに頼んで、あとテクニカルなところを、まあ、どういうふうな形で皆さんに見てもらうかということを、大野さんの方から説明してもらいたいと思いますので、自称さん。お願いします。淳アマドさん、また後ほどお願いします。はい、よろしくお願いします。楽お願しいみしでます。映画の説明でいいですか？この映画は、2000年に、今、先ほど、鎌田先生からお話がありました、福井県三方市の縄文博物館の企画で、映画が撮られています。それで、準備期間に約1年費やされたというお話を、厚生監督の文章で載っているんですけれども、梅原剛先生や花粉分析家の方とか、当時の、大阪民泊の小山修造さん、あとは言語学者の方、縄文語がどういう言葉に近いのかということで、言語学者の方とか、あとは着ているもの、衣服ですね、衣服そのものだったり、刺繍だったり、染めだったり、そういうことを細かいところも、検証されながら作られたというふうに聞いています。それで、あとは、スタッフに関して、淳さんが、今回参加してくださっていますが、これも1998年に鎌田先生が、中心にな鎌田先生と喜納昌吉さんが中心で行われた1998年の神戸からの祈りで、そこに教え監督が、副実行委員長ですかね。いえいえ、実行委員長、神戸の方の実行委員長、大重さん。そこで、今回の音楽を担当している岡野弘樹さんも関わっていて、大重監督と岡野さんが出会い、そこで、誰か縄文人をやってくれそうな役者を紹介してくれということで、淳さんとまた監督が出会い、このようにつながっていて、できた映画です。それで、今回は、今、淳さんが大阪の中崎町からの、淳さんの、カフェ、スペースですかね、映画のスペースから、集まった皆様が参加してくださっています。それと、オンラインの方の他に、奄美から、奄美の、なんて読むんでしょう、縄文草バーっていうんですかね、そこからも十数人参加してくださっていると聞いています。あとは、今、ゆいさんが、いらっしゃる岐阜羽島からも、何人かの方が、別のイベントで集っている方が一緒にこの上映会に参加してくださっていますので、ゆいさん、そちらの状況とまた何か一言お願いできますでしょうか。じゃあ、ゆいさん、お願いします。あ、聞こえますか？聞こえます。はい。今、岐阜の羽島の先ほど紹介していただいた本覚寺というところから、つなげています。ちょっと、上映と会場の様子を見るようで分けていて、今、僕は上映用というアカウントで見てますけれども、ゆというアカウントで、今、会場の様子を映しますね。ああ、そうか、音を出さないと。誰か音を出してくれたら拾って、スピーカービューになるんだけど。そうですね、ちょっと待ってくださいね。どなたかに発言してもらって。
はい、じゃあ、じゃあ、見えます、ね、はい。ありがとう。皆さん、ご参加ありがとう。はい、そんな状況になっております。ちょっとハウリングしているのね。もう一つの方止めてはいるんですが。こちらの方からお話しいただきます。はい、アマントの順番が続いているので。ちょっとハウリングしているので、先へ進めたく思います。よろしいでしょうか。はい。では、技術的なところを、これから上映するありようを、大野さん、説明してもらえるでしょうか。そして各自が見て、またこの場に戻ってくるということも説明お願いします。はい、承知しました。大野でございます。技術サブ KO として活動させていただいております。今日これからですね、高橋さんも、チャットに投げようと思うんですが、高橋さんの、ゴーサインとともにチャットに、YouTube のリンクをお送りします。これは、会場上映時間内有効のものでございます。で、この上映時間内の YouTube を各自でご覧いただきます。こちらパスワードはございませんので、各自で47分、時間閲覧いただきます。大体50分ですね。これから配って45分ですので、また戻ってくる時間は適宜ご案内いたします。できれば、この Zoom に残ったままでいってくだされば、何か問題があったときにサポートをいたします。私の方はずっと張りつ、あの、ズームに張り付いておりますね。感染状態が悪い方は、一時、ズームをご退出いただいても構いませんが、またお時間には戻ってきてください。お時間については、ぜひ、何回も何回も、YouTube のリンクと一緒にご案内申し上げます。よろしいでしょうか。高橋ありが師匠とうさん。ごはざいます。い。今もう投げかけてくれたでしょうか。今からです。投げまはい、す。はい。わかりました。じゃあ、待っております。こんな感じです。今、皆様のチャット欄にですね、上映時間47分で、この www.youtube.com watch というのが、URL で届いたので、これをここでも一応、クリックしておきます。で、47分後、それぞれ皆さんで、皆さんのパソコンで見られた方が、綺麗に見られますので、それで見ていただいて、47分後、こちらの方に戻っていただければと思いますので、よろしくお願いします。では、一旦、ここの、我々のカメラは閉じて、全員ミュートにしておきたいと思います。そして、各自上映を見たいと思いますので、よろしくお願いします。皆様、335号戻ってきてくれていると思います。顔出しできる方は顔出しをお願いします。それでは、最初申し上げましたように、この場面は、京都面白大学の授業の一環としてレコーディングし、まあ、今日の夜になりますけれども、これが終わってしばらくして、これを YouTube で授業として公開すると。という形に進めたく思います。よろしくお願いします。まず、それではですね、ジュン・アマントさん、もう一度登壇していただけますか。今、久しぶりにね、アマントさん見たと思うんですけれど、今の時点で見て、どういう感想を持ちますか。ちょっとまずはそれをお話しください。ミュートになっているので、ジュン・アマントさんの電撃キネマトロンのカメラのミュートを外してもらえますか？パソコンの。
ニュース解除しました。はい、どうぞ、では、アマントさん、お話しください。はい。今聞こえております。ありがとうございました。どうぞお話しください。どうやるか。ミュートにしますかね。ジュンさん、喋今ってはる私わ。の声聞こえる？喋ってはりますね。聞こえないのかな？はい。浜田先生、ミュートになってませんかね？なってないです。なってない。ジュンさんの声は、まだ見てはんのかな。あ、お茶飲んではるわ。お茶飲んではりますね。そちらのキネマトゾンさんの方のお声が、なんかマイクが少し違う方向に来てませんか？あ、岡野博さんが入ってくれた。くにした方の。岡野博さん、顔出しできます？はい、遅くなりました。博さん、こんばんは。久しぶり。お久しぶりです。今、上映会が終わったところなんですよ。あ、すいません、そ遅れくでなりね、ました。ラストで、ひろきさんが作った音楽とか流れてね、ああ、そうですか。なんかね、私、それを見たり聞いたりしながら、なんかジーンと来ちゃって、まあ、これが25年ぐらい前だもんね。そうですね、今度もうね。四半世紀前に、ね、まあ、ひろきさんも1999年頃に、こういうのでそして三方町で縄文博物館ができると。で、その梅原武さんが名誉館長。で、横口敏夫さん、その当時、京都造形芸術大学の教授が建築設計をして、この横口敏夫さんが梅原さんの、長女の、ひまりさんの旦那でありまして、まあ、梅原一族が、縄文の、ね、この映画を、映画っていうか、博物館とか関連のものを作って、そして縄文一族の一員である大重さんに話が回ってきて、縄文一族である岡野さんに話が、音楽でやってくれと。で、縄文一族のジュン・アマントに主演をというふうに、まあ、縄文数珠つながりで行きました。で、この辺も含めて25年経って、まあ、それを、まあ、今は一緒に鑑賞はできなかったかもしれないですけれど、どういう思いでね、ひろきさんがいるかっていうことをまずお話しいただけますか？あ、はい、どうも皆さん、見てくださって嬉しいです。僕あもりがとうございま大す。重監督と一緒にこの作品作るのに、まあ、相当どっぷり、監督とは本当に毎日のように一緒にいて、酒を飲んだだけじゃないの？いや、まあそうですけどね、本当にでも監督の、まあ、人柄というか、なんか本当にその自然を見る目みたいなもんを背中で見せてもらったような感じだったですね。なんかいつも、なんかね、一つすごい覚えてることがあるんですよ。なんか屋久島に行って戻ってこられた時に、監督が一言ポロッとこんなことをおっしゃったことがあって、その屋久島で漁をしている漁師さんの姿を、見ながら、こういうことが、実は縄文期からずっと続いているだよなって。ここには、どんな権力者も、どんな考え方も、なかったんだよなっていうようなことを、ポロッと言わはったことがあるんですよ。はい。で、その時に僕、横で聞いてて、なんかそのリアリティっていうか、なんかこう自然界から
まあ、その食べるもんをいただいて生きていく、そういう人たちっていうのが、本当に縄文時代から何も本当は変わってないよねって、常にその時の権力者が現れたり、その仕組みができたり、社会の構造はできるけど、でも根っこはここだよな、みたいなことをね。その通りだね。うん。おっしゃったんですよね。うん、で、なんかそのことがすっごいこう、しっかりこう、残ってるっていうかね、僕の中にもそれが監督の言わはった言葉ですごくリアルな言葉として残っていて、うん、やっぱりその縄文の映画撮った後に、まあビッグマウンテンの映画もご一緒させていただいたんですけど、はいはい、あの時のことっていうのが今のやっぱり自分の人生の中ですごい大きなやっぱりその気づきでもあったし、なんかそこに自分、うん、まあその生き方みたいなことをすごい考えさせられた、うん、うん、ことでしたね。ひろきさんがね、はい。まあ、命の祭りとか、はい。レインボーのね、はい。の祭りとかっていうふうに関わっていって、まさ、ええ、そのネイティブマインド、ネイティブスピリットを、はい。現代社会の中で、まあ、引き継ぎながら展開していこうと、音楽も含めて、風の楽団もそうでしたしね。はい。まあ、天川との関わりも、そうだったと思うんですよね。そういう、岡野さんの、マイウェイで言ってたものと、大重さんが大重流のマイウェイで言ってたものが、全部、ネイティブの生き方も含めて、縄文の生き方も含めて、全部、こう、合流したよね。そうですね。あの時、やっぱりでも、今ふと思うのは、やっぱり神戸の震災というのが大きかったような気がします。非常に大きかったね。はい。やっぱりあの神戸の震災で、まあ大重監督も被災されて、僕もまあ関西でしたから、仲間がこう被災したり、まあ僕自身も友達に水を運んだり、やりましたけれど、やっぱりその時のリアルなこう体験というか、はい、で、その時にやっぱり、こう大地の上に自分たちは生かされてるんだっていうような感覚っていうんですかね、その感覚はすごく大きい経験だったと思うんですよね。その時にまあ神戸の、元気村なんかの活動なんかでもそうでしたけど、やっぱり人が集って火があって、その火の周りにその食べるもんがあって、はい、で食べるもんをみんなでシェアして、そしてそこの場所で祭りが始まるというか、音があって歌があってっていうことで輪ができやできていくっていう、すごくそのシンプルなんだけど実はすごく大事なことっていうのを、多分その時にこうすごくリアルに体験したんだと思うんですよね、僕らのその頃一緒にやってた仲間たちっていうのは。で、やっぱりそのことをなんかこう今やっぱり2000年ね、ちょうど新しい世紀が始まるまでに何かそういうメッセージみたいなものを神戸からつなげていきたいっていうような気持ちもみんなにあったような気がするんですよね。ありましたね。うん。なんかそれがなんか祭りになっていったような気がしますね。それが多分虹の祭りでもあったと思うし、レインボーなんかでもつながっていったことでもあっただろうと思いますね。地球にごめんなさい、ありがとうさい、旅立ちなさいでね、はい、3年連続でやりましたもんね、1999年、2000年、2001年とね、はい、ハワイにも行きましたもんね。ハワイも行きました、はい。なんかそういうことが、なんか当時の僕らの思いにあったと思いますね。まあ僕はその時事務局のね、事務局長的な立場にいたんで、はい、全体をこう見てるし、逆にたくさんの人たちの応援があることをしっかりやっぱり体験したというか、みんながすごく応援してくれたっていうことをリアルに思い出しますね。だからそんだけみんなの思いがあったんやと思いますね、あの頃。あったと思います。それをね、岡野さんが、ね、もう全部つないでくれてね、束ねてくれたなと。そして音楽監督もやってくれて、岡野さんが、大重さんの映画のね、ビッグマウンテンと、はい。それから縄文とね、2作、中心にね、
つなげて、作ってくれましたね。この2作、次回を、ビッグマウンテンの道をね、上映ええ。するんですよ、4月にね。で、高橋愛さんの方から、それは後でまた、上映会の案内してもらいますけど、縄文からビッグマウンテンの道への音楽上の、音楽監督としての展開っていうのはどんな感じでしたか？縄文の時はね、やっぱりこう映画として、まあ、一種こう、まあ、ドキュメンタリーみたいな映画じゃないですか、ある意味。まあ、で、半分あ劇る意映画っぽいね。う味、そうですね、半分はもう、その実際、ん。うん。その縄文遺跡で撮影してはいるんだけど、はい。現代の人たちが、まあ、役そうです者ね。としてそこへ関わってはい。作っていくじゃないですか。だからその縄文の頃にどんな生き方をして、どういう生活があって、どんな音があったのかっていうのが、やっぱりその縄文の映画の時はすごく重要な、やっぱり音作りの中で大事やったんですよ。手探り状態でね、私もこのイヤウェイね、ね。ひろきさんの、スタジオでね、大阪城公園のスタジオでね、これを使って、これでね、ピーとね、録音させてもらって、それは今でも使われているんですよね。そうなんです。あれを本当に先生にも来ていただいたり、まあ、いろんなそのトライを考えたんですよね。で、特にその自然の音に関して、多分彼らはすごいその自然の音っていうのがすごく聞き分ける力があったんじゃないかなっていうようなことを感じて、その自然界の音の気配みたいなものをなんかこう表現できないかなみたいなことは、すごい考えたんが縄文の映画やったと思いますね。だからその例えば鹿の肉をこう立てるんであ足っとかたりね、とか、じっと、あの時なんか骨をどう割った時の骨の音ってどんな感じうさぎのね、ほら、いい音だよね。だからそういう感覚をどうやったらこう表現感できるんだろうかっていうことであったりとか、草木をやっぱりこう分け入って入っていくときに、その気配を感じるようにするために、スタジオにね、もう、落ち葉をいっぱい敷き詰めて、実際そこを歩いたりとか、そういうことを結構やりましたね。だからその中で、その自然観の中でハマる音楽みたいなものを考えていったっていう感じだった。その辺生々しく、ジュン・アマントさんは、真摯でね、演じていたと思うので、その辺、じゃあ、岡野さんありがとうございました。とんでもない。ありがとうございます。ジュン・アマントさん、そこに引き継いで、ちょっと身体性みたいなところをお話しください。僕は最初、監督にオファーいただきまして、脚本いただきまして、で、それで、それで撮影に挑んだんですけども、最初に縄文人朝日に祈るってシーンがあったと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。縄文人朝日に祈るっていうシーンがありまして、で、それで縄文人ってこう手を合わせて本当に祈るんだろうか。これ福井県三方町の縄文遺跡の、再現なので、大体6000年前の設定なんですね。まあ、合唱するのか、こう手を組むのか、まあ、アーメンは絶対しないんですけど、わからないって監督に聞いたんですよ。そしたら、わしらは知るかみたいな感じで 怒られて、これはお前のドキュメンタリーだーとか、お前が縄文人になりきるのだーみたいな。うわ、丸投げかよみたいな感じで。で、僕、困りました。裸足で生活するようになり、この撮影の期間。で、家のブレーカーを切ってですね。で、できるだけ縄文人になりきろうと思って、いろんなことをやったんですけど、で、体の感覚とかをどん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 、なんていうんですか、装飾にしていってですね。そうすると、最終的には撮影の後半の頃には、山の中で裸足で行くじゃないですか。で、最初は僕、撮影に向けて、一生懸命、こう、足の皮をね、分厚くしとかないと、撮影に耐えられないと思って、一生懸命ね、撮影の合間、
足の皮を分厚くするために、アスファルトの上を裸足で歩いてたんですよ。で、そしたら、山の中に入るとですね、茨とかがたくさんあるんですよ。で、さすがにトゲトゲの上を踏むと、痛いんですよ。で、血だらけになって、で、こう、茨をこう見ながら歩いてると、監督が、縄文人が下見て歩くか、見たのかよ、みたいな感じで怒られまして、で、まあでも確かに、歩いて歩くだけと、無視をして、痛みに耐えながら歩いてたんですけど、最終的には、勝手に足がよけるようになって。あれはだから本当にもう最後、またね、靴履いて普通に撮影終わって生活してると、まあ元に戻っちゃったんですけども、あの当時はもうこう、僕も、こう入り込んでたので、そんなような身体感覚っていうのが復活していくね、感覚がありました。で、監督に聞いたお話の中で、やっぱりその岡野さんと同じように、神戸の震災の、時のお話をよくしていただいたんですが、コンクリートが地震でバンと割れて、前で、そ半しとたどうら、ですって書いてないから、こっちは。これが世の中の終わりなんじゃないか。みたいに思ったのが、それが一週間もすると、その割れ目の間から、ザーザーと伸びてくる。タンポポ。あっという間に、こう、どんどん草木が生えてくるのを見て、そうかと、我々が本命だと思ってたけど、コンクリートを皮一枚ピャッと剥がしたら、いまだにまだ縄文なんだと思った、ということをお話を聞いたんですよ。そうか。僕たちは文明だと思ってるけど、もう本当コンクリートピュッと剥がすと、まだ縄文は生きてるんだなっていう、すごいそこ、僕印象に残っててね。で、それで、あ、そうか、僕が縄文人を一生懸命勉強して調べても調べても、まあその文字のない時代でわからないんですよ。だからやっぱり監督が言うみたいに、もう自分の中にきっと縄文が眠っているはずみたいな、仮説を立ててですね。それにまあ挑むしかなかった。でも結局それが正解だったんですけども、そういうようなこと、そしてね、そのやっぱり僕はまあ、他の役者の仕事をしていても、このフィルムで撮影するっていうのがなかったんですよね。で、その、まあ、大重監督は映画のことをまだ写真はな、写真っていう、ことを言っていただくような、照明さんにしろ、何しろ、皆さん、先輩方と一緒に、仕事をさせていただいたら、やっぱりね、普通の芸能界ではなくて、大重組っていう、組。で、その監督が自ら、包丁でさばいて刺身を作ってもらって、とかって、もう共同生活なんですよ。これは、やっぱり普通の、なんていうんですか、商業ベースの映像だと、僕たちはスタンドインって言って、こう、すごいスターさんの代わりに、照明とか貼って、で、スターさんはその撮影の時だけサッと来て、撮影が終わるとシュッと先に帰っちゃうんです。ところがやっぱり映画の組となりましたら、もう共同生活なので、その、大重監督たちも大重組の方たちのあの世代の共同でご飯を食べて、共同で準備をして、後片付けも何も、スターとか主演とか、僕、だから僕、一応主演でしたけど、一番ペーペーだったので、もう、一番あちこちで走り回って、いろんなことを教えていただいた。で、その、映画の撮影に行ったのに、もう、こうなんですか、大重監督が、橋の上げ下ろしとか、行えるんですよ。その靴を揃えるとか、その、撮影の移動中に僕がこう、寝てたりしたら、お前、もし監督が今撮影したいって言ったら、そんな寝ぼけた顔で、撮影に挑むのかーって怒られて。で、24時間365日、お前は縄文人だーって言われて、よく顔してましたなって まあ思ってたんですけど、そういう共同生活の、大重組っていうところで生活させていただいて、これ縄文だなそれもすごい良かったですね。で、監督の言葉で印象なのは、いかにしよう。ビデオの光の三原則は、したら白になる。
できるもの、怒りの三原則。どうなったか分かった。何でしたっけ、黒ですね。そうだ。命の艶は闇にして映らん。また言うんですけど、まあ、かっこいいみたいな。なんかまあそういうね。それ僕はなんでデジタルじゃなくて今時ね、まあちょうどデジタルとフィルムに変わる時期だったので、で、そのデジタルの方がはるかにコストも安くするんですけど、わざわざ監督は、いや、昔ながらのフィルムだ。言われて、なんでフィルムなんですかって聞いたときにそういうふうに教えていただいたんですよ。なんか、大杉節みたいな。もう本当、岡野さんと一緒で、僕も本当にというか、そういう芸術に対する、芸能というよりも芸術というか、我々がどう生きていく、どういう生き二つ方目で音調の整美して芸直術しだよね。ました。なんかそういうのを学んだのは、もう1から10まで全部大杉監督の影響を受けて、それから今に至るという、そんな感じです。ありがとうございます。まあ、縄文人体験はね、その後の淳亜森子さんの軌跡というか、二十数年をね、その原動力になって押してきていると思うんですよね。そして今の活動にまでつながっているので、今も大石芸組の一員だよね。まあ、主演男優はね、立派に育って、大石さんも本当にね、喜んでいると思いますよ。ありがとうございます。で、こういう、まあ、能登地震とか起こってくるとね、あそこに真脇遺跡あるじゃないですか。10本のウッドサークルがね、能登町の本当にど真ん中にあるんだよね。まあ、それを考えるとですね、今度の地震から我々がちゃんと学ぶべきことは、まあ、縄文スピリットとか縄文マインドとか縄文の生き方、自然観、まあ、そういうふうなことをね、もう一度自己点検し、組み直していかねばならないみたいなね。では、そこでですね、前回から参加してくれて、その地理学を大学の教員として調査し、また教えてこられた堀さん、そして輪島の方で、朝日新聞社の記者として、4年ですかね、滞在して、奥能登とかもフィールド取材をされた、藤井さん。続けて、ちょっと、今日の縄文の映画を見た上でのコメントをお願いしたいと思います。まず、堀さん。堀さんは広島大学で長いことを教鞭を取られたんですね。すいません。私、今、画面がどうなってますでしょうかね。大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。すいません。今、ちょっと自分の状態があまり良くないんですけど、すいません。川さんが、ちょっとずっとご無礼しっぱなしなので、ちょっとここで気楽に発言するのが申し訳ないような気もうがいたり。規約に発言してくださ いそね。うですか。何でも構いませんね。ありがとうございます。まあ、とにかく今、俳優、主演俳優されたジム・アマントさん。淳亜満人さんの大重監督のとのやり取りの雰囲気が、大重さんのこの顔が浮かんでくるぐらい、なんか非常にリアルな経験のお話で、なんか私と接した時との思い出が蘇りましたけども、今、おっしゃってるのは、今の見た映画に関してですか？今の関してですね。今私、まあ、どうしても一生懸命縄文に近づこうというのが溢れてる関係で、まあ、出てる人が皆現代であるし、それから風景も一応その人工物はなるべく避けてはいるけども、縄文時代を彷彿とさせるように、まあ、描いていたと思うんですけども、いずれにしても縄文時代っていうのはとてもこう温暖な時代だったので、気候変化としては、もう今地球温暖化で世の中騒いでますけども、圧倒的にこの現代から見て非常に温暖な時代であったと思います。で、そのことと、まあ、
その今日たまたま屋久島という非常にこう熱帯的な環境と、それから極端にこう雪の風景とか出てきて、まあ縄文の雰囲気と重ねてですね、まあ、非常に異質な空間が同時、同じフィルムの中にこう出てきて、チリ屋としては、一体この主人公はどこに住んでいるんだという気持ちを持ちながら、相異なるこう空間が同時、同じフィルムの中に出てくるもんですから、私の中で、その違和感をちょっと非常に感じながらですね、まあ、一生懸命、でも監督の言わんとする趣旨は、もう痛いほど伝わってくるわけなので、ただまあ、一つ一つ私自身関心があるのは、そういう環境の問題もありますし、それから石、例えば火の使い方とか、そういうものも、ああ、だったかなと思いながらですね、こう、ただそれにいろいろこう考古学関係の人がコメントしたと思われるので、いちいちそういう部分的なツッコミっていうのは、いかがなものかと思いながらもですね、こう一生懸命こう、大重監督のその思い入れのこう気持ちがですね、こう、多少の私が今申し上げたような若干の違和感を感じつつも、それを上回って、こう監督の思いがですね、前編にこう流れている感じがとてもいたしまして、まずはなんかだから画面を通して大重監督の思いが、なんか音楽と同等ぐらいのこう迫力で、大重監督の心がですね、画面の向こう側に感じられてしょうがないんですね。ですから、部分的なこうどうのこうなんていうのはもう吹き飛ぶような、思いで見ておりました。まあ、それが率直な感想なんですけども、そんなとこで、まずはそういうところでよろしいでしょうか。ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございます。まさに大重さんが、ここで、まず第一に伝えたいことの真髄はその辺ですよね。まあ、大重を通した命というものの、そうですなんかね。こう、息吹をね、気配とともに、風景とともに感じてほしいという。これは光の島から一貫してますしね。この縄文の映画もそうだし、久高オデッセイもまさにそこですね。それそうですは、ね。表層においては、ジュン・アマトさんが言ってくれたように、どん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 変わっていると。だからこの映画も一つ一つの現象学的に厳密に考えたらね、もう縄文の風習と違っているところも多々含まれる。だけどもその地名、地平を、地層を1枚めくり、2枚めくり、3枚めくりしていったら、必ず縄文の地層に行き当たるんだという確信犯ですので、そうですね。命の呼吸に入るっていうことが重要なんだよと。俺は縄文人だと。ジュン・アマント、お前も縄文人だ。その縄文人の自分の心と体の地層までね、掘り込めっていうね、掘り進めという、まあ、これは大重組のスピリットだったと思うんですよね。まあ、その辺のところが全面展開されてるなとは、改めて思いましたね。そありうがとうございましですね。た。ありがとうございでまは、す。堀さん、まさに、縄文遺跡のある真脇とか、その周辺を今も、訪問して、能登町で取材しているということなので、また、それも合わせて、少し、コメントお願いします。藤井さん、おられます？は聞こえますか？い、どうぞ、聞こえます。いや、まあ、ありがとうございます。もう、すごいなんかいろんなこと感じて、とってもいいドキュメンタリーでした。で、最初に自然環境のこういう山や川から始まって、で、そこでどう、まあ、昆虫がいて、動物がいて、それをどう食べてるのか、なりわいはどうだったのかっていうことをずっと描いてくれて、ああ、僕が勉強している縄文と、まあ、さっき堀先生がおっしゃってた、
北と南のが融合、ちょっと両方があるなっていうのは感じましたけども、すごいそれをこう感じて、まあ、例えば栗を食べたりとか、魚を食べたりとか、で、うさぎを食べたりとか、で、縄文時代っていうのはそういう貯蔵ができない文化だったと思うので、で、それが逆にこう、なんていうのかな、貯蔵できないからこそ工夫して、その場その場のものを食べていた。主食がない文化っていうのはこうだったんだなってことがすごいよく分かったっていう感じです。で、あと、これもう一つは、多分大石さんっていう方は、縄文時代は貧しかったとは思ってないなっていうのが見えて、はい。まあ、縄文博物館、僕も行ってますけども、取材したことあるんですけども、赤いブローチみたいのがあったりとか、すごいこう、なんか豊かな、ちょっとおしゃれなところがあるんですよね。で、そういうところをね、汲み取っているから、踊りとか、なんか歌とか、独特の、歌ですね。なんか、それを汲み取っているのかなと思って、ああ、縄文ってこうだったのかっていうのを改めて感じさせてくれました。で、あと、僕は今最近、能登地震、能登にずっと行ってるんで、向こうの友達からしょっちゅうメッセージが来るし、向こうも行ったりもしてるんですけれども、その中で友達なんかとか言ってるのは、いやーとか言って、もうみんなこう風呂も入れなくて、水道もなくて、途切れちゃ大変なんだけども、山水があるからうちは大丈夫やでとか、山水で、うわ、山水は最高やって、山水さえやったらなんとかなるわいなみたいな話をよく聞くんですね。で、そして、で、そこで、五右衛門風呂なんかを持ってる人なんか結構強くって、被災した1月1日の翌日、1月2日から風呂に入ってたりするんですよ。さらに、今度最近、僕の友達が、輪島市の郊外にいるんですけども、その人が五右衛門風呂やってるけども、五右衛門風呂って結構、焚き火作るのはめんどくさいんですよね。焚き火を焚いて、湯をやるっていうのは。そこに、金沢かなんかあっちの方の自分たちで作った技術があるって持ってきた人がいて、その人が、そういう、ガスを若干使えるときはガスを使いながら、温度を調整するシステムって持ってきてくれてるらしいんですよ。で、それやると、もう水もない、山水を持ってきて、まあ、ガスボンベを使って、平気で快適に風呂を沸かせると。というシステムを持ってきてる。っていうのを聞いて、ある意味でなんていうのかな、縄文時代から近代、現代になって、どんどん自然から離れていっちゃって、今、東京や大阪でもし、あんな災害が起きたら、みんな風呂に入れないところがみんな飢えちゃいますよね。そうじゃなくて、もっと自然に近いところで、まあ、もっと快適に風呂に入るような、最先端の縄文テクノロジーみたいなものがあり得るんじゃないかな、なんて妄想しながら見ていました。ありがとうございます。まさにその辺が未来の問題としても、考えておかなきゃいけないし、まあ、ある意味で、自然災害の激甚化多発化は避けられない。避けられないので、そこを突破していくためにも、この縄文的なあり方と、今の科学技術をね、駆使して、さらにそれをジョイントできるようなところを、合わせて考えていかなきゃいけないと思います。ありがとうございます。それではこの次にですね、高橋次章さんに司会進行をバトンタッチしますので、ちょっと今、9時50分なんですが、まあ、15分か20分ぐらいを超過しても、今日は貴重な機会なので、まあ、何人かの人たちに、全員はね、なかなか発言はできないと思いますが、何人かにコメントなりもらいたいと思いますので、次章さん、あと、引き継いでくれますか？お願いします。さあ、どうぞ、もし皆さんの中で、今回、初めての方も多いので、もし皆さんの中で、ぜひ感想なりお伝えしたいということがありましたら、初めにお聞きしたいと思いますけれど、いかがでしょうか。手を挙げていただくか、顔出ししていただければ。ですけど、もしいらっしゃらなければ、こちらの方で、ちょっと指名をさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。最近、上映会にも、
参加してくださっていて、また、去年の10月には北海道大学の百田先生を上映してくださった小田先生、いらっしゃいますか？おります。どうもこんばんは。あ、こんばんは。小田さん、どうもありがとうございます。小田博です。鎌田先生、お元気そうで、何よりです。私は今、北海道の札幌におります。縄文というと、私の両親は、大森に住んでまして、大森貝塚から徒歩2、3分のところで、そこを訪ねてみると、縄文という言葉の語源が書いてあって、エドワード・モースというアメリカの考古学者が、東海道線の汽車を乗っているときに、貝塚らしきものが見えたので、そこを降りて、発掘してみると、貝塚と、土器なども出てきたと。で、その土器に、確かコードマーク、縄の、文様が、ついていたので、という報告書を書いて、またそのコードマークという言葉が、膨らんでいって、縄文時代っていうふうに、考古学的な、時代区分になっていったという、ことのようです。で、そういう、考古学でいう時代区分と、それから、大重監督がこの映画の中で、伝えたかったのは、正確な時代考証ももちろんされていて、それをバックに、この作品を撮られたっていうことは伝わってくるんですが、そうではなくて、すでに、様々な方の、コメントにも、出てきていますけれども、足元にある縄文というのか、内なる縄文というのか、すべてが、生きていて、自然の中に、で、その自然というのも、人間と切り離された、向こう側にある自然じゃなくて、命のある人間も含めた、人間もその一部として生きているっていう、そういう自然のことなんだっていう、メッセージが最後の方になると、力強く伝わってきて、そして、最後の、文字で書かれたメッセージですね。命っていうのは一つであって、それは私たちの in the midst、のただ中にあって、で、私たちもそのただ中、命のただ中にあるっていう、そこを広い意味での、狭い意味での時代区分としての縄文ではなくて、今、ここに足元にある、命の世界としての縄文ということが、メッセージだったんだろうな、っていうふうに、感じました。で、昨日まで実は熊野地方に10日ほど行っておりまして、で、移住者の方が、限界集落的なところに入って、畑をしたり住んでいるんですけど、水と火と土があれば生きていけるなというふうにおっしゃっていて、これも、なんか、縄文ルネサンスというのか、今、ここで、命の世界が、引き継いでいってる人たちがいるな、というふうに感じながら。で、南方熊楠が、明治の初期に、明治の中期か、に見たような、森というのは、今、それを求めていってるんですけど、ないにせよ、現地の山仕事をずっとやってる方の話を聞くと、森というのを自然にほっといたら、元の照葉樹林に戻っていくんだと。全然悲観してないんですよね。その自然の働きというか命の力というのが、で、これで地下水脈という大重監督の久高オデッセイの中で、キーワードとして使われていた言葉とつながっていくと思うんですけど、地下水脈として命というのはいつも流れていて、で、それが絶えず出てこようとしているっていう、そこをキャッチした作品であり。で、やっぱり滝とか川とか海の波の音がずっと響いていて、それはいつも私たちのを取り巻いて、響き渡っているんだというところが音としては印象に残りました。以上です。ありがとうございました。
の話とかを聞くと、やっぱり何か私たちの話にそういうものを求めている人がいて、そういうところに向かっている命っていうものを感じるなと思いました。そしたら、東芝監督のことを、知っている方で、鳥海さん、お願いできますでしょうか。はい、はい。あ、こんばんは。何を話したらいいかな。大重監督が出てらっしゃったの皆さんお気づきになったでしょうか。私は前見て、あ、こんなとこに大重監督も出てらっしゃるんだなって思ったのを、今日もう一度思い見せていただいて、大重監督があれはみんなでこう祭りのような夜の炎を囲んでのお祭りのような時に一人仁王立ちをしていた人がいたかと思います。その存在に皆さんお気づきだったでしょうか。それが大重監督のお姿で、なんかすごく私はああやって立ち尽くしている大重さんの姿を今日もう一度お誕生日に見ることができてすごく幸せでした。で、あと時に途中亡くなってしまった妊婦役の人がいますけれど、頃多分二十歳ちょっと過ぎぐらいだった弥生さんという方、その方は、昨日お会いして一緒に民族舞踊を踊ってきたんですが、今元気で、二人の娘さんのお母さんになっています。はい、まだ踊っていらっしゃいます。以上報告させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。歌で踊ってるシーンの中には、一番手前は岡野さんが太鼓を叩いているのがちょっと映っていたり、結構よく見ると、あの人だっていう人が映っているので、もう一度2週間ぐらい何度でも見れるようになっていますので、皆さんぜひ見返してみてください。それでは、ちょうど10時ですけど、仁王立ちでおーって言ってるのは大重監督です。あと、そしたら、この映画を初めて見た方からもちょっとお話を聞きたいと思うんですが、中川玲子さん、もしよければ、ご感想などいただけますでしょうか。ありがとうございます。大重監督の映画をはこれで3本目か4本目で、ここちらの回でずっと見させていただいてるんですけれど、もう映像は心に染みました。音楽も美しかったし、本当に引き込まれました。私屋久島に80年代の終わりぐらいかな、自分自身の回復の中で屋久島ってものすごく大きな場所なので、縄文まで行かなくても本当に身近な思い出の地としての屋久島の風景っていうのが届いてきたんですけれども、でもその最後のメッセージの、その私たちの中にある縄文の魂という言葉が私もすごく響いてきたんですけど、阪神・淡路大震災の時の私の中に残ってるものとして、まずはその時のもう激震の揺れが、まず大地の揺れっていうのはもうどうしてもこれは一生忘れられないもので、次にもう私の中でもずっと、あ、これが、あ、もう本当に大勢の方が亡くなってたり、もう被災されてるので、こういうことはもう本当になかなか言いづらいんだけども、私の中でこう地震にわしづかみさ、ハートをわしづかみされてるところがあるんですね。その中で出てくるのがやっぱりその焚き火、火の周りにみんなでこう囲むような避難所でもあちこちにあって、
まあ、そこで自然ともお酒とか出てきたりするような、ああいう焚き火を囲んで、こう、知らない者同士が顔を見合わせるような、それがなんかとても深い回復と癒しだったな。あと、水がない時に川から水を汲んでくるとか、だからあの時に本当に、まあ、押重監督に本当に生前お会いできたらよかったなと思うんですが、阪神・淡路大震災がもたらしたそういう、私たちの、まあ、それは縄文なのか、縄文まで行かなくても、もしかして江戸時代でもあったんじゃないかなというような気はするんですけれども、本来私たちが暮らしていた自然と共に生きたあり方っていうのが、カムバックしてきたっていうのは確かにあって、それを、そのことを、やっぱり、どういうふうにしてね、伝えていったらいいのかっていうのは、私の中でもこうずっと混乱してきたんですが、大重監督の映画っていうのはそういうことをしっかり、あの時に起きたものを残していってくださっているものなんだなっていうふうに思いました。ありがとうございます。貴重なお話をどうもありがとうございました。監督も阪神・淡路大震災の時に、今まで見えなかった人間関係がそこで助け合いながら現れてきたっていうようなことをどこかでおっしゃってて、なんか髪を金髪に染めてピアスを開けてるような若者たちが本当に一生懸命その老人の救助に出ていたとか、なんかそういう人と人のそういうところで起きる人との触れ合いみたいなことを震災の直後の何かにそのようなことを人間の原動力というか原点回帰のようなことでおっしゃってたことを思い出しました。本当に何か辛いことですけど、そういう時に出てくるその人間の触れ合いっていうのは監督が、感じてこういうふうに映画で表現してくださっているんだろうと思います。ありがとうございました。あと、チャットの方で質問があるんですけど、これは岡野さんに聞くのがいいですかね。作中の歌の歌詞の意味を教えていただけますかっていう、フコイコサーメルっていうところですけど、じゅんさんとかわかりますか？僕も全部は覚えてないんですけども、あの映画の時は言語復元学の先生が6000年前ということで、子音が変化していくこう計算方法があるみたいなんですけども、それで今の日本語をずっと、巻き戻したら、こんな言葉だったのかもしれないというシミュレーションの言葉なんですね。で、ウクイクサーメルはちょっと意味僕忘れちゃったんですけど、カムイランケっていうのは、神様来てくださいっていうような、意味だったと覚えてます。かまいらんへ、らん、そんな感じで今、淳君が言ってくれたような感じです。結構、いろいろと、当時いろいろ、監督もいろいろ調べられたんで、で、私もいろんな情報を集めて、まあ、こういう感じなんかなっていうようなことしか結局できなかったですけどね。でも、淳君と同じように、もう監督から縄文人になってくれって言われるしかないんで、その中で作るしかなかったんでね。まあ、そんなような内容のことか、だったように思います。いろんな出てくる言葉も、実は結構そういうこと、一応当時分かってる範囲で、多分、言葉も選ばれてると思います。当時、だったと思います。ただちょっと僕も、ちょっとうろ覚えです、だいぶ。なんか岡野さん、美しいもののことはなんか妻っていうとか、なんかそんな覚えてないですか？なんとなく覚えてるんですけども、細かいことはちょっと忘れちゃったけど、当時は相当マニアックにみんな考えてたと思います。その当時ね、
国立民族博物館の民泊のね、小山さんだったかな、縄文学。まあ、その小山さんとかのね、まあ、いろんな、その当時の縄文研究の最先端の、まあ、言語学的な、把握とか、説とか、あるいは、三内丸山遺跡とかの遺跡調査、発掘も、まあ、十分にあったので、そういうものを、報告などを受けながら、長野県の茅野のね、尖石をフィールドにして撮影する部分があったから、あとは屋久島と、フィールドでしては、その秋田県の、何山でしたっけ？白神山地です。白神山地か。まあ、大体3カ所ですかね、主にロケ地したのはね。そうです、そうです。で、それでその縄文的なライフスタイルっていうものが、こうなんではないかという想定のもとに、まあ、縄文的な風景の二大場所として、ブナ林であるところの山上山地と、屋久島の杉であるとか、まあ、クスノキであるとか、照葉樹林の屋久島の森というのが、まあ、二つ選ばれていて、その真ん中にある長野県の茅野で、尖石でね、それを両方、まあ、つないだというような感じですね。当時僕があそこで太鼓叩いたりするじゃないですか。ああ、でもそうですか。実際は本当は太鼓はなかったん違うかっていう意見もあったんですよ。ありましたね。やっぱりそれに関しては結構監督ともいろいろとやり取りしましたけど、まあ、当時は陶器だったんじゃないか、陶器にちょっと皮が張られてたんじゃないかとか、まあ、さまざまなやっぱり推論があったんですけど、まあ、最終的にはもう監督はもうその勢いがないとここはっていうふうに、やっぱり、まあ、そうだね。でもありましたんでね、もうじゃあこれでいきましょうみたいな感じになったような記憶があります。まあ、最終的にはそれしかなかったと思うんだよね。もうこれ、学術的に言えばね、キリがないんですよ。証拠も部分的だしね。だそうから、なんある意味でもう全体としてね、どういうハーモニーというか、どういう命観でいくかみたいなね、一番のその根幹の部分をがっちりと共有していれば、あと細かいところはいろんなところのね、説は出てくるだろうけれど、まあそこはちょっとエクスキューズしましょうみたいなね。まあ、監督のやっぱり火の真ん中でおーって立ってるあの姿がそのものやと思いますよね。もうあれは噴火だね、噴火。と思います。八ヶ岳の噴火みたいなもんだよね。れこそが監督って感じがします。しますね。今見てるのはね。じゃあ、高橋さん、だいたいあと5分ぐらいになるので。あとじゃあ、ゆいさんと大野さん、一言ずつ、言っていただいて、次回のお知らせをしたいと思いますが、ゆいさん、いかがですか？奄美のこちらの会場はちょっともうお子さんがいてお休みモードなんですけれども、奄美の方に、コメントいただけますかって、どうおぞ。願いをしていて、僕よりももしまだいらしたら、その方の内山もこさんの話が聞きたいなと思うんですが、いらっしゃいますか？じゃあ、奄美のもこさんですか？ぜひ。いないかな。あれ、大野さん。こんにちは。最近別の音声した方がいいかな。もこです。こん聞こばんえは。ます。ありがとうございます。そうですね。もう本当にこのありのままの自然を見させていただいただけで、私たちは本当にもう気持ちがいっぱいになって、今日はですね、こう縄文の格好をしてみんなでちょっと楽しもうってことで集まっているわけなんですけれども。そうですね。もう、
できればこういう世界にずっと生きていたいっていうのは本当に強く思いましたね、この映画を見させていただいて。はい。もう刻々と自然音が奪われている。まあ、この奄美にいてもですね、コンクリート護岸があちこちにできてきて、決まっている現状なんですけれども、なんとか食い止めたいってことで動いてはいますけれども、本当にね、この貴重さを、すべての日本人が理解できれば、これ以上の自然を痛めることがなくて済むだろうな、という強い思いを、今回の映画でさらに強めましたね。はい。本当にもう、そういう森で暮らすっていうのは、私今、一番の憧れなんですけれども、川がまずね、そばに流れていて、そこで生活ができるっていう場所を、本当そこを得たいなって思って、今からでも始められる、縄文的暮らし。完全に縄文人にはなれないですけど、身近にあるところから、少しでもね、どうもに近づきたいなぁと、本当にすぐに思いますね。はい。もう。どうもね。はい。ちょっとこうね、みんなでこう飲みながら見させていただいた楽しい場になりましたけれども。はい。まあ、奄美は縄文人が、一番最初に捕らえしたということも聞いているんですけどもね、実際に今、みんなが集まっているこの集落の隣の集落では、まあ、広大な貝塚が発見されて、縄文土器も出土しているんですけれども、そういったことが、どうもこう、情報として流れないというかですね、そこのところに着眼されないで流されてしまっているので、この貴重な貴重なことをですね、その縄文がこの地にあったっていう、このことを、この島の人たちにももっと意識を向けてもらいたいなって思いました。はい。貴重な体験になったと思います。これからまたいろいろと深めていけたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。私の親しい知人で、アイヌ研究家で中川淳さんという方がいるんですけど、中川さんがよく地名を北海道今在住なんですけど、奄美や沖縄を旅していて、その中でよく地名のことを話すんですけど、奄美にも沖縄にもアイヌ語と共通している言葉があるんですけど、奄美の方がより今も残っているってことをよく言ってました。多分沖縄の方の方がいろんな言葉が入って日本語に近くなっているんだけど、奄美はアイヌの言葉 と地名と似ている共通点がよくあるっていうふうにおっしゃってたのを今思い出して、奄美の縄文は今もあると思います。私はまだ行ったことがないのでいつか行ってみたいなと思いますけど、どうも貴重なお話ありがとうございました。大野さん、そしたら、いかがですか？はい。ちょっと顔見せができなくてごめんなさい。でも、パワフルな縄文土器のような、本当のパワフルな映画、すごく素晴らしかったです。ありがとうございました。少し短くて失礼します。ありがとうございます。そしたら、鎌田先生、ちょうど10分。はい。じゃあ、次回の案内、次回以降の案内はね、次長さんにお任せするとして、7月22日のことを私の方から話しておきたいと思います。実は、今年、大重さんの命日である7月22日、大重祭りを今年も行います。で、今日は誕生祭りみたいなね、まあ誕生日に合わせて大重さんの縄文をやりました。で、7月22日はですね、京都芸術大学を会場にして、大重さんの久高オデッセイ第3部風章を上映し、まあ、シンポジウムのような形で、トークを行います。で、私が司会進行して、高橋次章さん、それから私が京都大学心の未来研究センターに勤めていたときに、
2代目の研究員になってくれて、そして淡路島の人形浄瑠璃の研究、フィールド研究と現象学的な身体論の研究で博士論文を書いて、パリ大学に3年間かな、研究員として、留学して戻ってきて、同志社大学の社会学部の臨床教育学の部門で今准教授をしている奥井遥さんに登壇してもらって、シンポジウムを行います。で、奥井さんは私が勤めていた京大の時に、学生を一緒にね、京大生を15人ぐらいかな引き連れて島の運動会に参加したり、まあ、いろんなことをやったんですよ。で、毎年のように私はポケゼミというのを小さい1年生対象のゼミをやって、結構その1年生でいろんな学部から沖縄のことを知りたい、久高島のことを知りたい、沖縄久高ゼミ、久高島ゼミというのをやっていたので、で、比嘉康夫さんの元凶二代家内家からそれをテキストにして、この久高島のね、ことを学んだ上で、葵祭りと祇園祭りをそれぞれ判別に分けて、フィールドワークの小手調べをして、で、最終仕上げが、久高島に渡って、久高島での合宿体験をする。で、大重さんには講師をしてもらって、まあ、いろいろと案内も、当人である内間豊さんなどにしてもらった。まあ、そういうふうな経緯がありますので、今日の、縄文の上映と、7月22日の大重祭りの、久高お弟子制風潮、先ほど小田博さんが言ってくれましたように、地下水脈でずっと続いているので、まあ、そこのところを確認していきたいと思います。では、その間の映画上映会を含めて、次長さん、結びの今日の挨拶をお願いします。声が出てないね。ミュートになってる。います。出だしが悪かったですけれども、2時間ほどのお時間お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。監督、こうしてオンラインで皆さんと共有できることも嬉しかったですし、3会場でスクリーンを通して集まっていただいたということは、今回この会が始まって初めてのことだったので、じゅんさんの声掛けとかゆいさんのイベントがたまたま重なったことなどもありますけど、本当に皆さんに感謝しております。やっぱり監督の映画というのは気がとても大切な映画だと思うので、空間で大きなスクリーンでいい音の状況で見るというのがやっぱり監督自身も望まれたことだったので、今後そういう機会が一つでも多くあると嬉しいなと思いました。映画自体はですね、著作品は貸し出しをしていますので、もし今回の縄文に限らず他の作品でも、上映会を企画したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ声をかけていただきたいと思います。あと、監督が常々というか、まあ、監督自身はその震災に遭われたことと、2004年に脳梗塞になって、それから、肝臓がんの治療、がんの闘病生活を11年間していましたので、やっぱりその自分自身の辛い体験を通して、縄文だったり久高お弟子制だったり、そういう映画をそういう体闘病中の方とか被災地とかで皆さんで見ていただきたいということも生前おっしゃっていたので、今回の映画を能登のどこかで上映できないかなということを、私自身今少しぼんやりと人に声をかけながら考えているところですので、もし皆さんの中でそういうことを
画してくださるという方がいたら、ぜひご一緒にしたいなと思いますので、またお声掛けをいただけたらと思います。次回の上映会は、4月19日の予定です。作品は先ほど話の中に出てきましたビッグマウンテンへの道という、アリゾナ州のビッグマウンテンという聖地で、ロンゲストウォークをするドキュメンタリー映画です。これが2000年の1月1日に、岐阜県の倉山というところから出発をして、何人ぐらいですかね、大勢の人で。5、60人ぐらいかな。最後は何百人かなってね、宮益坂公園からアメリカ大使館にはね、だいぶ大きなデモになりましたね、ピースデモにね。合計で6000マイルだったと思います。うん、はい。やっぱり神戸からの祈りで岡野さんと出会って、ジュンさんやその周りの若い人たちと出会うことで、大重監督とが撮影に関わったと思います。それで、縄文のクランクアップを終えた足で、アメリカっておっしゃってたと思うんですけど、そうですね。うん、撮影期間も、その流れで、撮影の部分も一部同じ映画で、その映画の音楽も岡野さんが担当してくださっていますし、ジュンさんも一緒に、ウォークで歩いてくださっていますので、ぜひこの、続けて、一緒に見ていただけたらと思います。それと、監督が古装三部作、古い層、古装三部作と、名付けていますけど、今回の縄文と、ロングウォーク・フォー・ビッグマウンテン、ビッグマウンテンへの道と、あともう一つ、元凶二来家内へ、比嘉安夫の魂という、沖縄で、女性の祭祀の写真を撮り続けていた、主に宮古島と久高島を撮っていた写真家ですけど、比嘉安夫さんの最後の遺言を記録した映画を、その3つを構想三部作と言いますけど、5月か6月あたりにその比嘉安夫さんのドキュメンタリーを上映したいと思っています。比嘉さんが亡くなったのも2000年の5月13日なので、もう本当に縄文の撮影と、ビッグマウンテンの撮影と比嘉さんの撮影も本当に短い間で星江監督の中で起こっていたことですし、そのことが最後の遺作となった久高尾別荘につながっていると思いますので、ぜひ合わせて、ご参加いただけたら嬉しく思います。次章さん、この間にですね、大瀬さんの単行本を作ろうという動きの中間報告、7月22日には間に合うかどうか分かりませんが、そこで発掘された、映画ね、記録映画ね、これについても皆さんにぜひ紹介してください。今ですか？はい、今。今ですね、私が、大重監督の意向集をなんとかできないかという、去年ぐらい、1年ぐらい前から考えて、手元にある大重監督の、著作とか、誰かから誰かに書いた手紙とか、あとはシナリオ、未完成のシナリオとか、そういうものをちょっと人づてですけど、お願いして集めて、今、理想、今の、予定では、対談とか、誰かの大重論とかは入れずに大重監督だけの著書を作ろうと今考えています。それでもし、今この監督と出会ったことがない方もここに多くいらっしゃると思うので、出会っていた方だけですけど、大重監督の何か、書いたものがもしお手元にシナリオとかですね、何かあればぜひ
コピーで見させていただけたらというのがまず一つと、あとは映画もですね、結構私が知らなかった映画が、いろいろ出てきているので、そういうのも著作権を調べてできれば皆さんとまた共有していけたらなと思っています。息子さん、生さんたちも知らなかったような映画が結構、文化、なんて文化遺産、京都の。ちょっとそこをね、私の方からフォローします。京都府が、蜷川知事の時かな、共産政権の知事の時に、まあ、大重さんが峠の向こうに春が来る。まあそういう記録映画を作って、それは発掘されて、一回何か上映会やったかどうかあったと思うんですよね。そして、それにね、それに、まあ匹敵する以上のですね、記録映画が十数本見つかったんですよ。関西テックという、まあ、会社のものなので、著作権に関しては、まあ大重さんが持っていないと思うんだけれど、京都府と京都市の教育委員会が、お金を出してできてんだよね。で、その関西テックがそれを受け負った形で、大瀬さんがそれを法制監督をしてというのが、これは40分ぐらいの、かなり、姫田さんの、映像文化研究所のような仕事に近い、まあ、ある種、こう、きちんとした記録映画風のものが、十数本ぐらい見つかってるんですよね。だからこれはね、すごい仕事なんですよ。70年代ですよね、主にね。うん、70年代です。まあ、大したものだと思う、地味な仕事ですけどね、でもいい仕事をこうやっているということを皆さんにお伝えして、これがいずれ見ることができるようになったらいいなと思っているので、次女さん、またその関係者に働きかけて、まあ、うん、有料で上映会すると、なんかいろいろ問題があったとしたら、一本ぐらい無料で上映会をしてね、こんなような類のものをね、大重さん残していたんですよという仕事をね、ぜひ皆さんにも、これ本当に新たに発掘されたものですから、ぜひ共有できればというふうに思います。先生、ちょっとだけいいですか。はい、どうぞ。大台ヶ原のドキュメンタリーは、あ、それはね、あるある。見られましたか？うん、それは公開もできてます。あ、もうできてるんですね。それとはメッシュのね、教育委員会の、ね、京都の教育委員会が、発注のね、すごい教育、記録映画なんですよ。これはかなりね、密度の濃いもんですよ。まあ、私も、大台ヶ原ね、僕に関わったんで、うん、記憶。あるなと思って、今ちょっと思い出したんですけど。まあ、ちょっとすごいと思いますよ。この重曹、宝物です。はい、あ、見たいですね。はい、見る機会は、ね、ぜひ作りましょう。僕ももしかしたらいくつか資料の台本が残ってるかもしれません。ぜひそれあったらね、提供してくださいね。はい、お願いします。はい。じゃあ、次長さん、まとめてください。もう皆さんがいろいろおっしゃってくださったので、本当にありがとうございましたという気持ちでいっぱいです。監督もやっぱりこうしてみんなで見ることを続けてもらえることが一番私ができる供養かなとは思ってますので、これからもご興味があるときにぜひ参加して、また他の人に伝えていただけたら嬉しく思います。本当に皆様、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ここは今日これで失礼しますが、また YouTube でアップしますので、